体当たりから膝を打ち当てられました。ようやくテリーファンク、テリーファンクジュニアへの交代が行われます。ジュニアのエルボースマッシュから首投げ一発、体を落とす。ネックブリーカーです。さらに場外へ転落しました。鶴田場外転落であります。場外でファイルドライバー、ファイルドライバー危険です。ノーテンを打ちました。かなりあの床にね、頭を打ちました ね、 そうですね。これはちょっと危険ですね。日大講堂のフロアに直接ノーテンが打ち当たりました。ジャンボ鶴田、さらにグリーンファンクジュニアの攻撃が続いております。ボディスラム、攻撃が急になってまいりました。グリーンファンクジュニアのフレンバスター、大きく投げられました。フレンバスターカウント3、場外でのファイルドライバー、そして中に上がってからはドリーファンクジュニアからボディスラム、さらに大技ブレンバスターが出ました。たまらずジャンボ2カウント3、ザ・ファンクス1勝を挙げました。やはりリング下でのあの脳天打ちが効いたですね。相当なダメージでしたね、はい、あそこからあの鶴田君の動きがですね、はい、めっきり悪くなりましたから ね、 そ、 うですね。そこを逃さず集中攻撃をかけた、これはやはりファンクスのねインサイドワークの勝利、はい、やむを得ないですね。